せーの、ルンルンどうも、シホルンです。はい、今回はですね、阪急大阪梅田駅徒歩9分のところにあるこちらピッコラッテさんにやってまいりました。イエーイ。とっても美味しそうなスイーツだったり、可愛くておしゃれなチーズケーキがあったりだとか、店内もドライフラワーがあったりして、すごく綺麗なカフェなんですけれども、今日はこちらでゆっくりと過ごしていきたいと思います。それではピッコラッテさんに行こう行こう。私すっごいこれ気になってるんですよね。めっちゃ可愛くないですか。夏っぽくてソフトクリームもあるし、なんかこうすごいおしゃれ。紫だったりとか看板とかもめっちゃ綺麗だし、ドライフラワーも綺麗だし、おしゃれです。では入りましょう。もうこの時点で可愛い。いちごです。いちごのショートケーキパフェ、いちごソーダ、すごいいちご多いな。いちごミニマカロン、あ、でも普通のカフェラテとか基本いちごだな。あ、このキャラメルナッツを一つと、おすすめとかってありますか？結構人気のある商品だったりとか。そうです、チーズケーキが一番人気の商品ではあるんですけど、はい、ドリンクで言えばボトルミルクが結構人気な商品で、ね、確かに可愛いですね。いちごミルクをじゃあ、はい、お願いします。これすごい綺麗ですね。じゃあこれは、はい、お願いします。なんでこんないちごばっかんなんやろうって思ってたら、旬だからみたいですね。いちご狩りとか今の時期行くじゃないですか。だから多分それでいちごがよく取れるから今やってるんだと思うんですけど、6月からはレモンのなんかケーキとかやるらしいです。レモン、ドライフラワーがいっぱいあるんですけど、本当に綺麗。ありがとうございます。すごい、いちごショートケーキパフェ、ありがとうございます。あ、わかりました、ありがとうございます。すごい、皆さん見てください、これやばい。 ありがとうございます。上のテラ花も食べていただけます。 ありがとうございます。やば、可愛すぎないですか。これいただこうと思います。めっちゃ綺麗。このお盆もお皿も含めて全てが可愛い。いちごがたくさん。いただきます。おいしい。生クリームがやばい、トロトロで、スポンジもふわふわ、めっちゃ美味しい。なんかカスタードみたいなのが入ってます。だから余計になんかトロトロなふわふわな感じがしますね。美味しい。うん、ミニマカロンみたいな、可愛いのいるので食べます。いただきます。うん、こんなちっちゃいのにマカロンだ。めっちゃ冷たい、アイスみたい。美味しい。クリームがすっごい本当に柔らかいです。いちごミルクもじゃあ飲もうと思います。あ、ちゃんとピンクになった、かわいい。いただきます。いちごの果汁みたいなのも入ってると思います。これなんかいちごジャム的な練乳かな。めっちゃ甘い。甘いの大好きだから最高ですね。これ美味しい。気になるんですけど、このチーズケーキ食べようかなと思います。これはなんかあの食べ歩きチーズケーキって書いてあったんで、食べ歩きしながら食べれると思うんですけど、めっちゃ美味しそう、そして食べやすそう。このお花まで食べれるらしいです。私はキャラメルナッツです。いろんな色があって6種類あるので、もしお宅の方が見ていらっしゃったら、推しの色に合わせて買ったりするのもいいんじゃないかなって思いました。いただきます。うん、このナッツがサクサク、この上に乗ってるクリームみたいなのがめっちゃキャラメルって感じします。美味しい。このピッコラッテさんで一番人気らしいです。人気の理由が分かりますね。美味しいし食べやすいし最高。というわけでごちそうさまでした。これはちょっと持ち帰ろうと思います。ほんまに美味しくってめっちゃ可愛くってすごく素敵なカフェでした。この動画が公開される頃には季節が変わってレモンになってると思うんですよ。なのでぜひ皆さん気になった方はピッコラッテさん行ってみてください。次の動画でも関西に行こう行こうと思ってもらえるような動画をお届けしますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ということでピッコラッテさんに行こう行こう。バイバーイ。